また新しいミニ PC が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。ミニスフォーラムの NAB9 です。今日紹介するのはミニ PC といえばミニスフォーラムの比較的ですね、性能が高い方のまあミニ PC になりますね。もちろんですね、そうなってくると価格も比較的ミニ PC の中では上の方になるんですけれども、ただ結構ね、 実際の販売されている価格を見るとコストパフォーマンスいいんじゃないかなと思います。それではね、早速見ていきたいと思います。それでは背面にもざっくりスペック書かれていますので、ここで主な CPU 確認していきましょう。まず、えー、モデルナンバーは NAB9 というものです。この NAB というのは、まあ、ナンバリングモデルみたいになっていて、えー、もちろんね、下の品番のものがあります。これはね、おそらく一番上になると思うんですけど、 えー、少し CPU が違ってですね、まあ、若干性能も低めになっているというものです。でこの9ですね、9についてはその中でも一番上という扱いですね。えー、CPU はインテルの Core i9 12900HK というものですね。えー、Core i9 です。まあ、12世代ですけれども、比較的高性能なね CPU を搭載しています。まだまだ現役の CPU です。メモリーは 32GB、ストレージは 512GB です。 それでは開けていきましょう。それではね、早速、同梱品確認していきたいと思います。まずは電源ですね。電源の先端は差し込みのタイプです。こちら、出力はここに書いてありますね。120W ということです。まあ、やはりね、そこそこ性能が高いので、出力も大きくなっておりますで。こちらは電源ですね。この電源に接続するコードですね。あとは HDMI のケーブルが1本付属しています。 まあそれ以外にはちゃんとベーサーマウントと金具ですね。それ以外に、これはですね、これなんだこれはあれですね、2.5インチのハードディスクとかを増設したいときに使うケーブルですね。それとビスですね。おそらくこれはそのハードディスク等をまあ止めるビスですね。マウントに止めるビスが付属しています。 それ以外はですね、日本語キーボードの設定方法と説明書ですね。こちらは多言語に対応した説明書になっています。まあ、一応日本語の表記もありますね。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。本体の方は、まあ、良くも悪くもミニスフォーラムらしいデザインですね。非常にベーシックなミニ PC っぽい形とサイズ感になっています。でミニスフォーラムではよくあるですね、このプッシュ式の天板ですね。 これをですね、こういう感じで押すと簡単に内部にアクセスできるということで、これはなかなかいいですね。これってなんか結構簡単な構造のような気がするんですが、他のメーカーは一切真似してこないというところですね。まあ、これすごくいいと思いますけどね。ただそんなに開けるかっていうと、まあそんなに開けないからいいのかなっていう気もしますけど、まあでも非常に便利だと思います。で、天板はプラスチックですね。で、おそらく この周りは金属じゃないかなと思いますけどね、なんかひんやりしてるんで、金属かなと思います、えー。そこは普通にプラスチックですね。まあ、横はですねざっくりとまあ、熱を逃がす感じで開いていますね。それではですね、インターフェース関係見ていきましょう。まずこちら、電源ボタンがありますので、こちらが正面になります。まずは USB3.2 の Type-C があります。ただこれ、映像出力には対応していないということです。 USB の3.2タイプ A が2つに35のオーディオジャックに電源ボタンにリセットボタンですでサイドはさっき言った通り特に何にもなくて後ろですね後ろの方にもですね USB の3.2タイプ A が2つ HDMI が2つですね優先 n 2.5ギャビットが2つありますであとさらにタイプ C も2つあるんですね でこちらはですね、ディスプレイのマークだけなので、おそらく映像出力用の、まあ、タイプ C ということですで。逆にこちらはですね、フル機能ですかね、ディスプレイにも出力できるし、給電にも対応しているというものですね。あとデータ転送にも対応しているというものです。で、最大4画面同時の出力ですね。HDMI2 つとこの後ろのね、前のタイプ C はあの対応してないので、4画面同時出力ができるということです。あとは電源とケ人登録です。 ちなみに重量は6 1 4グラムです。で、こちらのね、天板を外すと内部にアクセスできるんですが、まず先ほどビスがついていましたけれども、この蓋の裏に2.5インチの空きベイがありますね。だからここにですね、昔のハードディスクとか、まあ、SSD とかを増設することができます。 あと本体の方はこんな感じですね。えっ、ー、と、私のモデルは 16GB が2枚ですね。a データの DDR4 ですね。3200が2枚搭載されています。あと、ここにですね、ファン付きの SSD ですね。ストレージがあります。 それでは端末の方を立ち上げましたので、ハードウェア確認していきましょう。CPU は先ほど言いました通り、インテルの子は i912900HK というものですね。TDP は4 5ワット、えー、14コア20スレッドです。メモリーはですね、3 2ギガバイトです。ページの方は NVMe の4 ×けキングスト o n の SSD を搭載しています。 それではですね、ネットワーク関係確認していきましょう。Wi-Fi は Wi-Fi6 ですね。最大リンク速度は 2999Mbps ということで、やけに早いですね。あと、l a 欄は両方ともですね、2 5 g b ットのイーサネットに対応しています。 それではまずはアイドル状態での消費電力とファンの音を確認していきたいと思います。見ての通り CPU 使用率は0%です。それではまずは消費電力ですね。アイドル状態だと 13W 前後といったところです。次はファンの音ですね。この部屋は36デシベルぐらいでほぼ無音です。で、今アイドル状態だとほぼ無音ですね。聞こえないです。それでは一応測ってみましょう。 はいやはり36ぐらいなんでおそらくほぼ門に近いと思いますそれでは次はお約束のシネベンチ R23 を回しながら同じようにファンの音と消費電力確認していきたいと思いますそれではねやはり 13W 前後です今からねシネベンチ回していきますよバーンと上がるかもしれませんいきますスタートー今スタートしました 56W 98。ああ、結構上がりますね。100ワット近くまで上がってるといった感じです。ああ、100ワットいった。100ワットですね。でも100ワットぐらい。それでは次はファンの音ですね。明らかに速くなってます。回ってます。聞こえます。それでは黙ります。はい。46、7デシベルですね。明らかに音は大きくなってます。もう一度黙ります。カメラでも拾えるんじゃないですかね。 それではですね、シネベンチ R23 の結果が出ました。めちゃくちゃ性能いいですね。えー、マルチで15,334です。なかなか1 4000超えてくるミニ PC は少ないと思うんですけれども、1 5000点台ですね。いうことなんで、まあ、ミニ PC の中ではもう本当にね、かなり上位の性能じゃないかなと思います。それでは次はね、ブラウザのベンチマークですけれども、オクタンベンチやってみました。 シングルで8万1000点、マルチでなんと74万2000点ということで、めちゃくちゃいい数字が出てると思います。まあ、これを見ても性能はめちゃくちゃいいですね。それでは次はね、スピードメーターのテストをやってみました。こちらは12.6ということで、まあ、最近3.0になったので、スコアがねガクッと落ちていますけども、まあ、私がやった感じだと10超えてるとかなり性能がいい方じゃないかなと思いますので、 このスコアを見てもやはり性能はいいと思います。それでは次も WebGL のベンチマークですね。魚5000匹で、まあ、60出てれば性能はいいと言われてますけどももう60は楽勝ですね。それでは1万5000匹こちらも楽勝。まあ、問題の3万匹ですね。逆に3万匹で60出るものはほとんどないかなと思います。はい。あーだいたい似たような感じですね。46ぐらいでしょうか。 まあでもやっぱりなかなか40超えてくるのもないし結構ばらつきだったりするものもあるので割と45前後で安定しているので、まあ、この数字見てもですね、まあ、やはり性能はもう全体的に高いと言えますねそれではですねドラゴンクエストのベンチマークやってみました軽いゲームのベンチマークですね、えー、グラフィック設定は一応上げました最高品質、えー、フル HD ですね、えー、結果は、えー、とても快適7663ということです まあ十分ですね、こういう軽いゲームであれば、プレイできるということなんですけども、やはりですね、これいつも言ってますけど、同価格帯のライゼン系のね、CPU を搭載したミニ PC の方が、やっぱ GPU は強いんですかね、ゲーム性能はそちらの方がまあ圧倒的に上じゃないかなと思いますま。もちろん、この端末でもできなくはないけれども、やっぱそういった用途にはあんまり向かないのかなという感じです。それでは次は、ファイナルファンタジーのベンチマーク、やってみました。 一応今回は設定を落としましたノート PC 標準品質ということで少し設定を落としましたけど、まあ、落とせばスコア5315一応評価普通ということでまあ、なんとかプレイできるといった感じですこちらのですね平均フレームレートは36最低フレームレートは14ということで、まあ、やはりゲームとかはあまり得意ではないなというところですね それでは次は動画のエンコードのテストですね。これもいつもやっていますけれども、元動画1分15秒のフル HD の動画をまあ再エンコードするテストです。えー、使うソフトはフィモーラーですね。それではやってみたいと思います。どれぐらいで、ね、エンコードできるか見ていきましょう。せーの、ドン 動画のエンコード終了しました、えー。約29秒、30秒ぐらいですね。元動画1分15秒の動画を再エンコードするのに、まあ、約30秒ということなので、まあ、やはりこの結果を見ても、ライゼン系の CPU よりは、こういった動画編集とかゲームとかそういったものはちょっと苦手といったところです。まあ、かといって、やっぱりできないわけでもないので、まあ、短い動画編集とかフル HD の動画程度であれば、 まあ十分ね使えるんじゃないかなと思います。ただ専門的に動画編集したいっていう部分でいくと、まあ、ちょっと難しいかなと思います。まあそもそもね専門的にやるっていうことになると、まあ、内蔵 GPU じゃない方がいいとは思いますけども、えー、まあ簡単にねたまにやるとか、えー、そんなに頻度がなければ十分これでもできるんじゃないかなと思います。それではですねストレージのスピードテストやってみました。シーケンシャルリードで4800、ライトで3400というスコアです。 まあ早いですよね。まあ早いけれども、最近の性能がね、高い方の比較的値段も高いね、ミニ PC って、徐々に最近この辺もね、あの早いストレージを搭載するようになっているので、まあそうなってくると現状はこの価格帯だとまあ普通かなと思います。そんなにこうね、早い方というわけでもなく、 まあ、かつ遅いということでもないんですけども、まあ、普通に使う分にはね、全く問題ないと思いますけれども、まあ、だから、まあ、この価格、この制度を考えると、まあ、普通かなといったところです。それではですね、一連のベンチマーク終了しましたので、CPU の温度を見ていきたいと思います。一応、コア温度49度がマックスです。一応、サーマルスロットリング、ハイになってますね。あと、パッケージリングのサーマルスロットリングもハイということなので、 まあちょっとね、これ赤くなってるんでやっぱり良くないのかなと思います。まあ性能的にはもう十分なんですけどね。まあ、一応サーマルスロットリングが入っているということです。それでは次はクロックスピードを見ていきたいと思います。えー、コアクロック4.967っていうことですね。で、この CPU はターボブーストで5ヘルツなので、まあ、ほぼほぼ近い数字は出てるかなと思います。まあ、だから一応サーマルスロットリングがね、一応ハイになってはいましたけれども、 まあこのクロックスピードについてはまあまあちゃんと出てるかなと思います。ということで今日はですねミニスフォーラムのミニ PCNAB9 紹介させていただきました。それではねまあ、気になる価格なんですけれども一応ねメモリー 16GB ストレージ 512GB のモデルが、まあ、一応89,908円という価格なんですけども 今ね、私が見たあ価格、まあ、アマゾンですけれども、1 6 9 8八円オフのクーポンがあるので、まあ、実際72,820円という価格なんですよね。まあ、性能を考えたら結構コストパフォーマンスもいいかなと思います。まあ、もちろんね、アマゾンなので価格は、まあ、上下していると思います。もっと安い時もあると思いますし、もっと、ね、高い時もあると思いますが、まあ、大体相場としてはそのぐらいということです。で、もう一つですね、ラムが3 2イトストレージ5 1 2イト こちらがですね 97, 9万7980円に対して1万8000オフのクーポンが出ています。だから実際は、えー、7万9 8 0円ですかね、約8万円という価格なんで、まあ、こちらもですねやはりコストパフォーマンス高いと思います。最後ですね、こちらは3 2イト1イトですね、えー、こちら10万2980円が1万9560円オフのクーポンが出て、8万3420円なんですね。 なんかそうなってくると一番上のモデル買った方がお得かなと思います。まあ、やはりね、性能を考えてもこれが8万円台前半で手に入るということを考えると、まあ、非常にコストパフォーマンスはいいと思います。まあ、いいところはですね、やはりミニ PC としてはもう比較的性能が高い方に入ります。それでいて8万円台で購入できるということでここにはメリットがあると思います。あとタイプ C の、ね、端子が結構ありますので、まあ、その辺の拡張性も含めて非常に使いやすいかなと思います。 でダメなところはですね、やっぱり同価格帯のライゼン系の CPU を搭載したミニ PC と比較すると、まあ、やっぱり GPU が弱いんですかね。ゲームとか動画編集については、えー、やっぱりそういうライゼン系のものに比べると、ちょっと物足りないですね。で、コストパフォーマンスも悪いと思います。まあ、なので、ゲームをしたいとか、やっぱり動画編集までしたい、まあ、そういうミニ PC が欲しいという方は、やっぱりライゼン系を選んだ方がいいかなと思います。 ま、反面ですね、結構ブラウザのベンチマークなんかは結構インテル系のが強い印象がありますので、まあ、そういう作業以外のことであれば、あとアプリとの相性とかっていうのもね、結構ライセンは言われたりするので、まあ、その辺の安定性と安心感を含めて、まあ、どうしてもインテル系の CPU が欲しいという方には、まあ、性能が高いミニ PC の選択肢としては非常にいい一台じゃないかなと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。